かというとね、ブラジルのサンパウロにいます。サンパウロのパウリスタの大通りということで、今ここというところです。ここはどんなところかというと、まあ、いわゆるブラジルの経済の中心みたいなところです。ブラジリアというのは首都ですけどね、セントナルで首都になってますけど、経済の中心というのは、まあ、リオは大きいですけど、サンパウロがやっぱり一番中心かなって感じがします。1200万人の都市ということ でその中でこのパウリスタ通りというのは、大通りというのは、いわゆるいろんなね、ブラジルの、企業の本社とかね、例えば、まあ、東京で丸の内みたいな感じ、あとは日本の企業、があったりします。あとは、日本の総領事館もあったりしてね、にぎやかな通りなんだけど、ここが、まあ、経済の中心で結構小綺麗な感じです。旧市街とか行くと結構汚かったりするんだけど、ホームレスがいたりしてね、だけどここは結構綺麗かなって感じがします。ではこういう感じで見てるんだけど、領事館が向こうの方か。よし。で、こういう感じで近代的なビルが結構建ってますけど、で、交通量も激しいです。で、自転車に関してはこの真ん中のレーンがあって、真ん中そこの赤いところありますよね。本当は歩いちゃいけないんだけど、あそこのところが一応自転車道みたいになってるんで、結構自転車好きな人にとっては結構いいことだなって感じがします。日本の場合はまあ既にもう入れてしまって、都市も狭いですからね、ブラジルようにそんなに都市取れないともあるんで、なかなか同じようにはできないかもしれないんだけどね。まあ、こんな感じです。これが、ブラジル、サンパウロね、ここです。